去年1月の春高バレー決勝、圧倒的な強さで創部初の全国制覇を成し遂げた京都の名門東山高校バレー部。今年も日本一を目標に掲げてきましたが、インターハイが中止、さらに国体も延期に、唯一開催が決まった春高に全てをかけてきました。切磋琢磨し厳しい練習を乗り越えてきた選手たち、その甲斐あって京都府予選で優勝、春高連覇への挑戦権を手にしました。しかし今年1月、待ちに待った春高の夢舞台で衝撃の結末が。タイガー本部が連絡があって、今回の白熱ということで、出場は辞退。これで春高は部員の一人が発熱、大会本部の判断で東山は棄権となりました。絶対に連覇したいっていう思いがあって、対戦相手に負けたよりなんか見えない敵に負けてしまったのが本当に悔しくて、辛いしかなかったですかね、その時は。連覇の夢も、3年間の集大成を発揮する場も失いました。あれから2ヶ月、卒業式を終えた体育館に春高で現役生活を終えたはずの3年生の姿が。実は V リーグのサントリーサンバーズが東山高校の3年生に花道の場をと急遽引退試合を提案したのです。あの出来事でバレーが嫌になりかけた3年生17人が再び同じコートへ。やっぱりあのメンバーともう一回できるんだっていう思いがすごい、なんかなんていうんですか、やったーって自然と喜びが。喜びを体全体で表す3年生の中に、今回の試合に特別な思いを持つ選手がいました。越智雅也君。バレーが上手くなりたい一心で奈良県から片道1時間半かけて通っていました。今年の春高で初めてベンチ入りを果たしたものの、出番がないまま最後の大会を終えたのです。棄権を知らされた時はやっぱ頭真っ白にもなりましたし、これで高校バレー終わりかみたいな絶望みたいなのがあったんですけど、その試合があるっていうことでやっぱもうすごく嬉しかったですし、もし出る機会があったらやっぱ自分の一番得意なサーブで、会場を沸かしたり、みんなの雰囲気を上げるみたいなことはしたいと思ってます。そんな越智君をそばで支えてきた人がいます。はい、はい、お母さんの育子さん。越智君を女手一つで育て、小学5年でバレーを始めてから試合の時は欠かさず応援に駆けつけていました。越智君にはお母さんにどうしても見せたいものが。7番、初めての番号やな。高校生活で最後に着るユニフォームです。分かった、最後にユニフォーム着れて、3年間やってよかったな、とは思うよ、最後の3年間の成長を見てもらったらなって、と思う、なとこかな。もう涙止まらない。引退試合はお母さんへの恩返しの舞台です。そして引退試合前日、最後の練習を終えた3年生が一つの輪に。みんなとバレーができて嬉しかったし、すごい
楽しかったから、楽しみつつも勝ちに行きましょう。みんなを楽しませて恩返しもできたらいいなと思ってるんで、みんなで楽しんでいこう。春高で出せなかった分しっかり出して楽しんで頑張りましょう。最後は楽しんで勝つ恩返しのバレー。17人の思いは一つ。今回の引退試合は V リーグの試合前のエキシビションとして行われます。相手は春高ベスト4の強豪市立尼崎。スタンドには家族の姿も。1月の春高は無観客でしたが、今回は自分たちの勇姿を生で見てもらえる。はつらつとした元気いっぱいのプレーにベンチも、そして応援席も盛り上がります。そしてついにオチ君がピンチサーバーとしてコートに立ちます。春高での涙の危険から2ヶ月、母の前でどんな姿を見せるのか。一本っていう少ない中でも3年間頑張ってきたところを見せれたと思いますし、支えてくれた恩返しというのはもうあの一本でも自分ではできたなというふうに思ってます。3年間いろいろ辛い思いとか悔しい思いとかあったと思うんですけど、最後にコートに戻ってくれてありがとうって感じです。最後の試合を笑顔で勝ち切った名門東山高校バレー部の3年生。コロナの激動で時間を過ごしたからこそ気づけたことが。大切な仲間たちとバレーボールをする時間だったり場所っていうのは奪われてはいないので、やっぱこの3年間特にこの学年の17人とバレーできたことは自分にとってすごいいい財産になったなというふうに思います。